皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、価値観リストについてちょっとお話をします。で、まずちょっと前提条件というか、私がこう、どういうふうにその価値観のリスト、価値観を位置づけているかっていうと、まず最初に上にビジョンがあって、で、まあそれが自分の理想像ですね。で、その下にミッション、その理想像を、叶えるというか、達成するために、まあ、どういう、こう方針というか指針であるべきか、みたいな、そのミッションというのがあって、そのまた下に価値観が。で、まあ、価値観は、私の中では6項目あって、で、健康、教養、仕事、家族、財産、趣味という、その6項目あるんですけども、リストになってるんで、まあ、お見せすると、こっちか。もう価値観っていうのが、左ページにありまして、まあ、6項目あります。で、この6項目についてちょっと今日、6項目というか、6項目について話したいわけじゃなくて、この価値観のね、リストっていうものがね、どういうこう、自分の中で位置づけというか、まあ、よくね、自分の憲法みたいな感じで、ルールブックだみたいなね、そんな感じではあるんですけども、じゃあ、ね、私がその価値観のリストっていうのをどんな風に思ってるかみたいな、そんなお話なんですけど、正直なところ、あった方がいいですねってぐらいのもので、まあ、私は位置づけをしています。それほどね、なんかこう、なんていうんですかね、憲法みたいなもので、そっちのその価値観リストの方が絶対という話では、私はあまりないと思っていて、あくまでも、その憲法の方は私。で、まあ、その手帳に書かれたものっていうのは、その、まあ、アウトプットした方のものなんで、まあ、常にね、こっちの方、その憲法の方が、常にこう、こっちの方が変わってしまうので、それに比べて、この手帳の方も、どんどん変わってっちゃうわ、するんですね。なんで、なんて言うんでしょうね、怖いのは、その逆になってるのが怖いんです。書いちゃったもんだから、そっちの方が、こう、絶対というか、そっちの方が強い。で、それに従わなきゃいけないんだ。そういうことにならないでほしいなっていうのがちょっと今日の動画の、まあ、ポイントになります。で、逆のパターンっていうのもいるんですね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。まあ、逆に、だから私みたいな感じ。要は、こっちの方が偉いんだ。で、あくまでもその、ただ単にアウトプットしただけみたいな。ちょっとそういうパターンの人も実際にはいらっしゃるんです。書いたら書きっぱなしで、そのままほっぽらかしてある。こんな感じで、になってしまうと、また今度、それはそれで、せっかく書いたのになっていう話になっちゃう。まあ、これを防ぐためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、簡単っちゃ簡単ですね。定期的に見直すとか、まあ、かなりこう熱心な方だと、毎日のように見るんだという、そんな、ことではあるんですけど、ちょっとね、私が最初に話した通り、まあ、どちらかというと、こっちの方が憲法だよっていう考え方をしてるんで、あんまりこう、私は頻度的に言うと、頻繁には見ないです。自分の日々の行動が、要はその価値観を、その使って何かをしている。まあ、判断基準はもとより、その行動基準になっているんで、まあ、頭の中に、ある程度入っちゃってるんですね、もう、正直なところね。どれを優先してとか、どういう価値観で動いてるかっていうのを、なんか、性格のように、自分の性格のように把握してるから、あんまりなんか、今はこの価値観を使ってるなとか、この価値観でいかないとダメだなとか、こういう判断だから、まあ、この価値観を使ってるんだな、みたいな。あんまそういうふうに思ってないです。自然に出てくるものだと思っているので、あんまりなんかこう、私自身は、手帳に書いた価値観っていうものを、
あまり見ないでも、済んでいる。私の理想論は別に見なくても、その価値観が、勝手に発揮されているという。そんなことになってれば、いいんじゃないかなっていう。そんな意味合いなので。正直なとこね、見せたくない人って結構いらっしゃるんですけど、私は別に、見せたところで、単に、私の価値観を明文化してあるだけっていう感じなんです。だから見せてもいいし、で、見ていただいて、私と比べてみると、ニアリーイコールですね、みたいな話にはなるんで、あんまりそこのところに対してね、恥ずかしさみたいなものは何にもないっていうか、私を見ていただければ、別に、手帳の価値観っていうのは、そんなになんか遜色があるようなものではないというふうに思いますので、どんどん晒しちゃってるんですけど、別に、晒さないからけしからんっていう話では全くないんですけど、その価値観っていうのも、どちらかというと、自分自身を見ていただければ別に、手帳の方は、どちら系なんでっていう、そんな、位置づけではあります。ちょっとね、最初にお話しした通り、手帳の書いたことに縛られてもいけないし、で、自分が、手帳のことに書いたことを、おろそかにしてもいけないし、そんなところを、認めていただければいいのかなというのが、今日の動画の趣旨になります。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆が